はい、お疲れ様んさ、チャカポコです。今日なんですけどね、チャンネル登録者数がね、今日の朝で86人ということで、ね、あと100人まであと14人のとこまでこぎつけましたね。まあこれはもう時間の問題じゃないでしょうかね、100人突破。登録者が100人突破した時にはね、なんか特別企画をやりたいですね。まあ毎日ね、こうやって通勤の時にこれ撮影してるんですよ。なんでかというと、もう時間がないからですね。時間短縮のために、行き帰りの車の中で、いつも撮影してるんですけど、まあ、100周年の時はね、さすがにちょっとちゃんとした動画を作ってみたいですね。今ね、私 iPhone だけで撮影してるんです。これ1台だけでね、まあもう分かると思いますけど、1個しかないですよね、カメラね。この画角あれが変わらないですよね。まあ、iPhone1 つなので、まあ、100周年じゃない、100人記念の時はカメラを1個買いましょうかね。 GoPro か何か買って、まあカメラ2台で、あと場所もね、なんかちゃんとしたというか、まあ、ホテルかなんかでやってもいいんですけどね。なんかちょっとそういう企画があれば、こういうのやってほしいみたいな企画があればね、まあ、コメント欄でね、書いていただければいいんじゃないかと思うんですけど、ちょっとね、いろいろ変わった、普段のこの見慣れた感じじゃない、もう見飽きてるんじゃないかなとちょっと思ってますが、まあこの感じじゃなくてね、ちょっと違う感じの動画を撮ってみたいなと思いますね。で、まあこのスタイルで100人まで来ましたけども、100人までまあ来る予定ですけど、今度はまあ200人に向けてちょっと違う、全くまた違ったね、ことやりたいですね。まあこうやっていろいろね、ブツブツ独り言のように語るのもまあいいんですけど、例えば北九州のね、食べ物を紹介するとか、そういうのもね、やったらいいかなとちょっと思ってますね。例えば戸端ちゃんぽんの特集とかね、なかなかこうマニアックでいいんじゃないかなと思いますけども、まあそういう北九州の身近な、私のね、知ってる食べ物や紹介とか、そういうのもね、100人突破したらね、ちょっと少しずつやっていきたいなと思いますね。まあ、とりあえず100人突破記念の時はね、ちょっと企画を募集したいと思いますね。100人ですから、100キロ歩いてみたっていうのもいいかもしれませんね。100キロ。私の家から100キロ歩くと、まあ、どうでしょうか。大分ぐらいまで行っちゃうんじゃないかな。っていうか、何時間かかるんだっていう話ですけどね。そもそも歩けるかどうかわかんないですね。あとはまあ温泉行ってみたとかね。どこまで撮影できるかわかりませんけども、ぼかしを入れながら、やばいかな、チャンネルアカウント停止になるかな、どうだろう。そもそも男の温泉に入るのに事情があるかなみたいなね。しかもこれ GG がみたいな。まああとね、そうですね、よくあるのはプレゼント企画ですよね。ね、チャンネル登録者数の中で、まあ何かなんだ、コメント欄でコメントしてくれた方の中から抽選で何名様にプレゼントを送りますよみたいなのも、まあやってもいいんですけど、なんかね、
そういうのは YouTube の規約違反だよっていう話もありますんでね、ちょっとその辺は慎重に考えたいと思いますね。アカウント停止されたら元も子もないんで、まあちょっとね、そういうことももしできる可能であれば、やっていきたいなと思いますね。まあそれでもね、100人結構なんだかんだ言って、昨年の11月ぐらいから始めて、まあ、紆余曲折ありながらいろんな人とね、カンカンガクガクっていうのかな、まあ、やりながらいろんな人の意見を聞きながらそれを取り入れながらやっていったんですけど、まあね、あっち行ったりこっち行ったりこう瞑想しながらここまで来れましたけども、まあ、これもひとえにもう本当いつも言いますけど皆さんのおかげだと心より感謝をしております。ありがとうございます。まあね、結局まあコツコツ諦めずにやってりゃ、まあね、どんなことでもある程度の、ね、結果を残せるということの、まあ、証明みたいな感じでしょうかね。100人、なかなか100人難しいらしいですよ。なんかね、この100人突破というのがまあ一つの壁みたいなところがあるみたいなね、 YouTube の壁みたいな。まあそこをね、ちょっと軽く超えてみせたいと思いますけども、じゃあ、なんだかんだで今日の一言、やっぱりね、北九州予備校で教わったあの言葉はやっぱり生きてますね。継続は力なり、それじゃあいってらっしゃい。